皆さんこんにちは。今日はですね、音響から新発売されましたこちらの、D77NE というね、1本17万5千円の、3ウェイスピーカーシステムですね。まあ、これはですね、昔ながらのこの D77 のスタイルを継承した、こういうね、ブックシェルフといいますか、ブックシェルフですね、足がついてない、この中央型サイズ の、 ブックシェルフスピーカーとなっております。組み合わせておりますアンプですけれども、マッキントッシュから、新発売されました 150W チャンネルのですね、パワーアンプ MC152、 これを組み合わせております。で、こちらはですね、エアボーの HD ダックワン、ランツ HD ダックワンのカスタムモデルなんですけど、これにはね、プリアウトがついておりますので、この、ボリュームを使って、この iPod Touch の中に CD からリップして取り込んだ WAV ファイル、これを DA 変換して、これで音量調節して、この DA コンバーターをパワーアンプに直結して、この D77NE を聴、いてみようというふうに思います。ではまず最初にね、この音響の D77NE ですね、これのですね、概要を、説明しようと思います。音響から発売されました、定番ブックシェルフスピーカーの最新モデル D77NE っていうモデルになります。このスピーカーなんですけれども、まずウーハーですね、ウーハーセンターキャップを持たないこの中央部がへっこんだですね、これはね、紙のような材質ですね、30センチ口径のウーハーが使われます。そしてフロントにバスレフポートがあって、これ12センチのスコーカーですね。パッと見た感じ、アラミドのようなね、繊維の根子が使われています。ツイッターですね、これ金属が使われていて、口径40ミリっていうふうにされていたので、この金属の周りの黒い部分もね、一緒に動くのかなというふうに思います。はい、こういう3ウェイ構成の、そうですね、中央型ぐらいのブックシェルフスピーカーなんですけど、重量意外に軽くて 25.5 キロですね。持った感じはもうかなり軽い感じしますね。ここから見てもバスレフも非常に短いですし、僕の人差し指ぐらいなので、奥行き6センチぐらい、キャビネットもね、それほど厚みのあるものが使われているというふうには思えないです。はい、背後に回ってですね、このここ見ても分かるように、実際この厚みではないですけどね、後ろにこの MDF 合板みたいなものが使われていて、スピーカーはシングルワイヤリングで割と簡易な入力になっています。価格の方はですね、1本17万5000円とですね、パッと見た感じからするとちょっとしっかりしたお値段がついているなというイメージがしますね。実際に音はこの後聞いてみるとして、これがですね、音響の D77NE ですね、の、全体の感じになります。こんな感じです。ぐるーっと回ってみます。もう一度ユニットを映しておきます。はい、ではね、この D77 をですね、マッキントッシュのですね、MC152 にエアボーの HD ダックワンを組み合わせて、そちらの方で音量調節して、聞いていこうと思います。聞く曲はですね、1曲目が、タイムワープという CD の中から1曲目のドンドーシーという曲ですね。これは低音から高音まで、非常に広いレンジで録音されているのと、小さい音から大きな音まで録音されている、それと、右と左に音が大きく動くという、スピーカーやオーディオ機器にね、求められる、要素をですね、ふんだんに盛り込まれた、これ1曲聴けばね、大体スピーカーの基本性能分かるかなという CD になっております。ではこのね、タイムワープのドンドーシーから、ちょっと鳴らしてみようと思います。
いかがでしたでしょうかね。やはり最新のね、3ウェイスピーカーらしく、音が整っていて、低い音から高い音までね、よどみなく出ますし、小さい音、大きい音もしっかり出ます。また、この反応がね、結構こう、中高音の反応が早くて、明瞭度がね、高い、くっきりした音に聞こえましたね。ウーハーはですね、スタンドが若干ちょっとこう低すぎるっていうのもあって、ちょっとこう、まあ、バスレフの影響もあるんでしょうけど、ちょっとこう反応が遅いかなと、ちょっとこう膨らむかなっていう感じはありました。まあでも、昔のね、かなり以前の D77 と比べると、まあ価格も随分、しっかりしてきましたけども、まあ筐体もね、ちょっと大きくなって、レンジも拡大してね、スピーカーとしてのね、基本性能はかなり上がっているなっていう感じがしました。では次はですね、峰順子さんのね、マイワンエンドラブ。まあ、ここでね、人間の声、それとピアノのね、響きの美しさ、こういうところをね、聞いていこうと思います。Touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The brush of your cheek, whenever I speak, so tells me that you are my own. My eager heart with such desire, every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The brush of your cheek, whenever I speak, oh, tells me that you are my own. My eager heart with such desire, every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. My one. はい、今のね、マイワンエンドラブ、オンリーラブでね、聞いてみた印象なんですけど、声がね、ちょっと曇って聞こえますね。あと、ピアノのね、
タッチのところで、ちょっとねアタックがきつく感じますね。もう少しこう柔らかく弾いてると思うんですけど、ピアノを少しこう乱暴に叩いたようにね、キンっていう音がちょっと耳につきました。あと声がちょっと曇っていて、まあ今ちょっとデータシートを見たんですけど、スコーカーの下限が 420Hz、 上限が 3.2kHz というところなんですけど、まあ、ちょっとこのスコーカーのね、あの音色がウーハーの音色とツイーターの音色とちょっと若干違和感があるような感じが私にはしました。まあそれを除いては音も細かいし、低音高音までしっかり出てるという感じは受けました。ではね、最後にクイーンのね、We Will Rock You、 これをちょっと聞いてみようと思います。聞いてみます。低音もね、非常にこう厚みがあって、中音もね、しっかりした力感があっていいんですけど、やっぱりね、こうスピーカーの位置がちょっと低すぎるんだと思うんですけど、低音がちょっとね、やっぱりこう遅れるというか、こうちょっと重い感じがしました。ここのね、低音の鳴りをですね、もう少しこうカラッと歯切れよく鳴らし上げると、このね、D77NE のね、良さがね、もっとよりよく発揮されるんじゃないかなというふうに思いました。